テレ玉では今日2日からドラマ男女7人秋物語を放送する。午7時テレビ界の話題を一手に集めたドラマ男女7人夏物語のパート2。桃子と凌介の愛の行方は、川崎港から木更津行き最終フェリーに乗った凌介は甲板で思いもよらない出会いをした。桃子だ。1年前アメリカへ旅立ったまま音信不通になっていたあの桃子が同じ船に乗っていたのだ。